こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本でも配備が進んでいる F-35A ステルス戦闘機だが、現在数多くの問題もまた抱えているのも現状です。ようやくロッキード・マーティン社が大幅アップデートに乗り出すことに、ようやくの声が多く聞こえてきそうだ。日本でも F2 戦闘機後継機が完成するまでは F-35A 戦闘機も主力になると考えている。しかし、次期ステルス戦闘機が完成、配備が進までは、F-15 戦闘機や F-2 戦闘機とも連携、連帯を組みながら日本を守っていく。では、F-35A 戦闘機の数々のアップデートを紹介していきますね。かねてよりリリースが囁かれていた F-35 ライトニング2戦闘機に向けた性能向上のためのアップグレードプログラム、ブロック4の内容が、徐々に明らかになってきつつある。アメリカのロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機である。F-35 ライトニングには、これまで、本国アメリカや日本を含む世界9カ国に導入され、さらに3カ国が採用を決定している。このままの予定で推移すれば、F-35 ライトニング2戦闘機の製造数は、全世界で4000機とも5000機とも言われるほどであり、名実ともに、第5世代戦闘機として最も普及する機体となりそうだ。ただし、トレコのように F-35 ライトニング2戦闘機の導入を決定し、サプライヤーとしても部品製造を手掛ける国がロシアからのミサイル購入でアメリカに引き渡しを停止されるなどの事態も発生している。また、廃止が決まり、新たなシステムが導入されることになったとはいえ、F-35 ライトニング2戦闘機のメンテナンスを担う ALIS システムが、全く機能しなかった件なども問題視されている。加えて、新型コロナウイルスの世界的な流行りによって、軍事予算の見直しを、迫られる国も出てくると見られ、一部の国では F-35 ライトニング2戦闘機の発注をキャンセルする可能性も浮上してきている。さらには、アメリカと中国の貿易戦争の激化に端を発し、新型コロナウイルスをめぐる対立や、その後の香港の件、ついに互いの一部総領事館の閉鎖を、強行するなど、両国間での緊張は高まっている。こうした情勢の中で、これまでアメリカはレアアースの8割を中国から輸入しており、この対立が進めば F-35 ライトニング2戦闘機は、もちろん軍事兵器生産に必須のこのレアアース調達に、困窮するかもしれない。中国もこうした状況を踏まえてアメリカの出方を予想していたとは思われるが、事態は中国の想定を超えてアメリカがかつてない勢いで対中政策を見直しているようにも感じられ、予断を許さない。しかし、対中強硬路線が固まるほどに、その重要性が増しているように、
思えるのが、冒頭の F-35 ライトニング2戦闘機性能向上に向けたの。アップグレードプログラム、ブロック4のリリースだ。ブロック4プログラムの概要は、これまでもたびたび報じられてきたが、主として6つの分野にまたがり、もはや第5世代戦闘機としての機能を超えた大幅な能力向上策といえるものだ。ブロック4プログラムでは、まず1電子戦闘能力、2光学セーサー、レーダー類のアップグレードによる F-35 ライトニング2戦闘機の機能向上が予定されている。ついで、3ロジスティックシステムとそのサポートシステム、4機体、および、友軍との情報相互リンクの運用、5操縦席周りと操縦アシスト機能などの変更が挙げられる。最後の6は、兵装の強化であり、現行の倍の6発のミサイル、AIM-260。もしくは、AIM-120、アムラームを、機体胴体内のウェポンウェイへ収納でき、かつ、新型の対艦、対地ミサイルへの対応も予想される。こうしたブロック4プログラムは 4.1 からスタートし、暫時 4.2 から4.3、4.4 へと段階的に進められていき、大まかには約半年ごとの更新を実施していくものとみられている。ブロック4プログラムでは、このアップグレードを施された後のF-35 ライトニング2戦闘機は、それまでの約25倍もの処理能力を獲得することになり、情報収集力は文字通り桁違いとなる。また、2030年頃から生産されるロットの F-35 ライトニング2戦闘機からは、空中での発射が可能な無人航空機を統制する機能も備わると言われており、戦闘機戦術、戦略を一変させる可能性もある。折しもアメリカ空軍が進める無人戦闘機のスカイボーグ計画は、2020年7月23日にボーイング社、ノースロップ・グラマン社、ゼネラル・アトミックス社、クラトス社に、試作機製造の許可を与えた。この4社中、最も本採用に近いと目されているのが、ステルス無人戦闘機の XQ-58A バルキリーを開発済みのクラトス社で、実績面や機能面、そしてコスト面でも優位にあると考えられている。2番手は、ボーイング社の模様で、こちらは、オーストラリア空軍と共同開発した無人航空機、ロイヤル・ウィングマンを改良した機体だと見られるが、残る2社には、これまでの具体例はない。個人的には、F-35 ライトニング2戦闘機の開発元であるロッキード・マーチン社が今回のこの4社の中に選ばれなかったことに非常にキーな感覚を否めない。第5世代戦闘機としては F-35 ライトニング2戦闘機を擁して市場を独占しているロッキード・マーチン社がその優位性を生かした無人機開発はできなかったということなのだろうか。